こんにちは、本日ご紹介するのはこちらタイラー・ウォーレン・シェイクス、ドリームフィッシュ5-6になります。まずはノーズエリアです。ノーズはワイドポイントのビッグノーズを、採用しています。レールケージはミディアムテーパーレールを、採用しています。硬くしっかりとした波にも対応可能となります。テール形状は、切り込みの深いディープスワローテールになります。ボトム形状ですが、フラットエントリーからの浅いシングルコンケーブになります。フィン形状ですが、プライウッドを使用したキールフィンになります。こちらのフィンは、ベース幅が、狭く高さがあるので、回転性、操作性に優れていて、パフォーマンス性がとてもいいフィンです。はい、最後に仕上げですが、こちらは、レッドティントになります。ティントカラーは樹脂に、顔料で色付けをして、ラミネートしているので、こう透明感があり透け感がある、綺麗な仕上がりになります。で仕上げはグロスポリッシュ仕様となります。